山梨県立日川高等学校は、山梨県山梨市に所在する公立の高等学校。教育方針は、質実合気である。初代校長、中川太郎が、札幌農学校時代の教師である、クラーク博士から学んだ、2カルティベートイアオンマインドの精神の下、文部領土を、教育方針とする。1999年度より、単位制を採用している。文化祭は、 死風祭という、創立119年の伝統校であり、卒業生が3万人以上を折り数多くの著名人を輩出している。また、2012年度より、文部科学省の SSH 指定校となっている。氷川高校では、毎週月曜日は原則部活動禁止とし、放課後1時間の自習時間を設けている。また、毎週土曜日の午前中にも、 自習の時間を設けている。その際にわからない問題などは、担当の教員や OBOG の大学生ボランティアに質問することが可能。また、山梨県の高校では数を減らしている、学生食堂が営業しており、良心的な価格で提供される。氷川高校では、伝統的な行事が時代の波に飲み込まれていく中で、今日に引き継がれている。主な例としては4月に、 新入生オリエンテーションに役月末の恐怖大会がある。前者は、氷川高校生としての自覚を持つために、放課後体育館で行われ、応援の方を覚え、3月中に、校歌や応援歌など、計六曲収録された冊子と CD で覚えて、それを大声で歌う練習を応援団と、応援委員会の下で行われる。校舎は、国道411号線に沿って、 男子と女子でゴールは同じだが距離が異なり、男子は夜に校庭を出発し、東京都の奥多摩湖までの約 60km、女子は男子が出発した翌日朝に柳沢峠から奥多摩湖までの約 33km で実施する。コース内には、検引所があり、制限時間までに通過しないと失格となる。氷川高校の主な設備は以下の通りである。 イギリスのキャサリン・レディ・バークリー・エス・スクールと1997年度より交流を始め、1998年度に姉妹校を提携し、10月にはイギリスから留学生が来日、3月には氷川高校から留学生を派遣し、それぞれ約2週間の短期留学となっている。SSH 指定校の文科省の補助金や同窓会の寄付などにより、 恵まれた設備が整っている。普通教室には55インチ大型液晶テレビが配置され、日常の授業で使われるほか、s s h の活動では iPad やノートパソコンを使用した学習が行われる。また、2017年度より30席程度の自習室が各年次の木材端に設置された。他に、ベネッセが運営する教育支援アプリケーション、クラーシーを利用し、 ウェブ上で課題や学習時間の報告が行う。また、授業でも使用することがある。体育局では、ラグビー、野球、バスケット、バレーボール、ウェイトリフティング、ハンドボール、体操が全国レベルである。ラグビー部は、花園へ、県代表として50回出場、うち8回において、ベスト4に進出している。野球部は、 選抜高等学校野球大会に1回、全国高等学校野球選手権大会に5回、出場。ウェイトリフティング部は2014年南関東総体は、地元山梨市民総合体育館で行われ、団体総合を優勝した。文化局では、吹奏楽部が関東地区のコンクールなどの常連である。現在活動を行っている。 舞台育局文化局現在活動を行っていない、または廃分になった部政治家、経営者など研究、教育文化、芸能、放送など、スポーツ野球ラグビーサッカーその他以前は、学校がバス会社に委託する形で、スクールバスが運行されていたが廃止となった。ありがとうございます。